皆さんこんにちは、こんばんは、ゴティバドミントンチャンネルです。はい、本日はダブルスのローテーションを教えようのコーナーです。よろしくお願いします。はい、ゴッティ小1からバドミントンやってるんですけど、そんな最初にローテーションを教えられても最初からできたわけじゃないですよね。あの、実を言うと小1の頃は上手い人と組んでたんで、あの、ずっと前にいました。ずっと前にいて、あの、上手い人が、まあ、その人1個上だったんですけど、小2の人がずっと後ろ動くっていう感じで、最初の小1はずっとそんな感じでやってました。だんだん小2からちょっと1年経ったら覚えてきた。まあ、ゴッティがまずそのダブルスのローテーションどういう感じで教わったのかちょっと教えていきたいと思います。まあ、そうですね、まあ、みんな、なんかダブルスっていろいろ動きあると思うんですけど、まあ、基礎的な型を、まあ、基礎的な動きをちょっと教えていきたいと思います。まずダブルスって2人いるじゃないですか。で、アタックしてる時って大体こう後ろと前なんですよね。後ろと前で、その時後ろの人がスマッシュ打ったら、後ろの人はそのまま後ろで、前の人はそのまま前で、ドロップ打った時も後ろの人は後ろで、前の人は前で、後ろの人がクリア打った時はその時はこうサイドに広がるっていう、まあ、はい、これマジ基礎的ですね。で、次は前の人ですね。前の人がプッシュを打ったら、プッシュを打ったらその人は前で、前の人がヘアピンを打ったら前の人は前で、後ろの人は後ろで、もし前の人がロブを打ったら広がる、こう横になるんですね。そのぐらいですかね。でも、あとはレシーブは、あの、レシーブは、あの、ゴッティ、その小学校の時に教えてもらったのは、何を打ってもそのずっとサイドバイサイドで言い続けろと言われました。まあ、これですね。このを基本的な方ですね。これを基本的な方と言います。はい、最初はそのそれ通りに動いてもらって俺は構わないと思ってます。で、そなんですけど、こうだんだん上手くなってくれば、あれ、なんかこれほころび精進じゃねみたいになってきます。だから例えばですけど、スマッシュ打つじゃないですか。スマッシュ打って相手がドライブ打ってきたら、前の人って何もできないじゃないですか。で、ドライブ打たれたら上で取れないかもしれないんで、横か下になっちゃったり、こう走らされちゃったりするわけですよ。で、だったら別に前の人ずっと前に居続けなくてもいいんじゃねみたいな考えになって、だんだん上手い人はこうローテーションするようになるんですよ。だから例えばスマッシュ打って前に居続けるんじゃなくて、こっち飛んできたら自分がこっち行こうみたいな、前の人はなるんですよ。わかるかな。難しいけどそうなんですよ。あとは例えばですけど、自分が後ろが得意じゃなかったらスマッシュって前行っちゃったり、逆にこう後ろが得意な人は自分が前衛にいても意味ないんじゃねとか思って、こういろいろローテーションを変えるわけですよ。はい、で、こうさっきの基本的な型をちょっとどんどんその自分たちのペアの、なんだろう、持ち味をこう理解しながらローテーションっていうのはやっておくべきだと思います。はい、ちょっと例あげますね。例を、例えばですけど、はい、ラウンドにパートナーがスマッシュを打ちました。で、相手の方はドライブが得意です、もしくはクロスレシーブが得意ですとかだったら、別に前の人はそんな前にこだわる必要ないんですよ。だってドライブ中心だったりクロスが中心だったら別にこんな前いる必要ないですよね。だから大体こんぐらいでドライブを捕まえたり、もしくはクロス、あ、もう相手がクロスだって打つんだったら、もうここぐらい行っちゃうんですよ。ここぐらい
で、そのまま後ろ来ても前の人がずっと前に居続けるんじゃなくて、このまま、あ、もうクロスだってこう握り方見た瞬間にこのまま後ろに下がって打っちゃいましょう。で、こっちもこっち側もね、こっち側もこっちもこうバッククロスドライブだったりストレートドライブが得意だったら別に前に居続ける必要ないんで、がっつり後ろ下がっちゃう。がっつり後ろ下がってドライブ取れるんだったら頑張って捕まえるし、なんならもうクロスの構えだって思ったら、もう別ここじゃなくてここじゃなくてストレート張るんじゃなくてクロス張っちゃいましょう。で、そのまま後ろに来ても頑張って後ろが取ったり、まあ後ろに行くかハーフぐらいまでとどまるかはそのパートナーなんでしょう、ダブルス、そこのダブルス次第なんですけど、そういう感じで最初の基礎的な方からその自分たちのパートナーの持ち味を理解しながらローテーションできるようにした方がいいかなと思います。そうですね、いや本当にローテーションってむずいんですよね。あのバドミントン博士 の、 あの本見た人はいると分かるんですけど、あの近くをこう近く1,2,3,4,5,6 で6箇所に分けてその近くを潰そうっていうのも分かるんですけど、ゴッティ的にはまず最初のその型があって自分たちの持ち味を理解しながらやるとか、あとは相手、あとは相手の相手がショートリターンが得意だったりロングリターンが得意だったりドライブが得意だったり、そういうのも含めながらローテーションって考えるべきかなとゴッティは思ってます。あとは例えばなんですけど、まあ、前衛がプッシュ打ちましたと、ストレートにプッシュ打ちましたと、でプッシュ打つ人は前に残るって最初の基本的な型で教えましたね。でもそれだとめっちゃ速いプッシュ打ってすぐリターンされたら前に行き続けろって言われても、やっぱその打った反動でやっぱクロスって取れないし、こう前にも居続けるの無理なんで、そういう時はあもうストレートにプッシュ打ったって思ったら後ろの人はずっと後ろに居続けるんじゃなくて、あもうチャンスでプッシュ打ったと思って速いプッシュなんだからこれロングリターンないなと思って、何でしょう、こう後衛の人は前衛がここぐらいでプッシュ打ったら後衛の人はまあちょっとずっと後ろに居続けるんじゃなくてこう前に寄ってあげたりとかした方が俺はいいかなと思います。こう反動で取れなかったらここぐらいにいたらこっちにリターンされても取れますし、ここにリターンされても取れますし、そうですね、そのカバーっていうの必要だと思うんで、ずっと後ろに居続ける必要はないと思ってます。はい、そうですね、まあ、こっちも一緒です。フォアもフォアも一緒でずっと後ろを居続けるんじゃなくてちょっと前衛の後ろに寄ってあげて、そうですね、そんな感じで考えながら、あとレシーブもずっとまあ自分たちがレシーブの時も自分たちがずっとサイドバイサイドにいるんじゃなくて、あもうこれ抜けたなと思ったらその人が前行ったり、だからパートナーが前衛の方が得意だなと思ったら抜けたらパートナーを前に行かせて自分は後ろに行くですかね。そうですね、まあ、ロングリターンとかはそのままでいいんですけど、ドライブとかショートリターン打ったその自分のショットを見てパートナーをどう生かすかですね、まあ、自分が前得意だったら前自分が入った方がいいですし、後ろ得意になったらもうショートリターン打っても自分は後ろに行った方がいいかなと俺は思ってます。まあそうですね、ゴッティ的ダブルスのローテーションはその自分たちの持ち味を理解しながら、ローテーション、まあ、基本の型をこう主軸にしながらこうローテーションをするっていう考えです。まあ、人それぞれローテーションあってもいいんで、まあ、ゴッティはこんなこと考えてるよっていう感じでした。はい、以上です。まあ、今回結構喋り多かったしローテーションって本当むずいんで喋りづらかったんですけど、まあ、ちょっとでもなんか
雰囲気だったり、そのダブルスのローテーションの雰囲気だったり、まあ、ゴッティがどう思ってるのかちょっとでも理解してくれたらいいなと思ってます。はい、今回はそれだけです。今回は見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time.